どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。28歳女です。4歳上の1年付き合ってる彼氏がいて、お伺いしたいことがあります。その彼は普段私に対して優しくしてくれますが、夜の行為中だけはかなり自分本位になります。そこに愛は感じないので正直不満です。彼氏にそういったことを伝えてもなかなか改善されません。どうしたらいいのか悩んでますとのことですが、どうしたらいいでしょうか。伝えてんのにね、うん、なかなか理性が抑えられないってところですかね。だって他のことは優しくて、うん、なんか他のところは自分本位みたいなものは全然ないってこと。優しい、うん、32ですか。そうですね。難しいね。ちょっとなんか他のこともさ、優しくないとかさ、自分勝手とかそういうところとかがあるんであればちょっとあれだけど、それって例えばさ、相談者さん以外の人にもみんな優しいのかな。あ、そこまでは分かんないですね。だから例えば飲食店の店員さんとか、うん、そういった時にすごい横柄な態度を取るような人だったとしたら、うん、その人はなんかやっぱり結構やめた方がいいようなところではあるけれども、うん、そこも問題なくみんなにも優しくてっていう感じだったら、もうあとはこれが痛いからやめてとか、こういうところが嫌だからとかっていう風なのをもっと具体的に伝えていくしかないのかなと。結構男性ってそういうの勘違いしてる人も多いので、それがなんか女性はなんか求めているというかいいと思っているっていう人とかもいっぱいいるのね、うん、だからそこはね、なんか本当にただただ勘違いしてるだけなのかもしれないし、なんかそういう癖がある人なのかもしれないけれども、自分は本当にこういうのは苦手だしっていうことはちゃんとなんかもっとね、細かく細かく伝えていくしかないのかなって思います。うん、ただそこの相性がどうしても合わないんだったら、それもまたまあしょうがないというか、それがきっかけでねお別れする人もいるし、ただ本当にその男性側の方に合わせなきゃいけないっていうことは一切ないから、うん、そこはもう話し合うしかないですよ。我慢することも絶対なダメだし、うんですね、話し合い重ねるしかないです。多分1回2回女の人からすると1回2回この前も言ったじゃん、この前も言ったじゃんってなるけど、男性ってね全然ね何回言っても同じことを繰り返すから、そこはね本当に疲れるけれども何回も伝えていくしかないです。うん、うん、あと演技もダメ、うん、うん、ですね。まあ、じゃあなるべく細かく具体的にその場で伝えて分からしていくみたいな、うん、っていうのが大事ですよ。そんな雰囲気がとかって言ってられないって私は思いますよ、本当に。うん、うん、もう我慢しないで伝えていくしかないです。だって2人の問題だから。はい、はい、じゃあぜひ参考にしてみてください。じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。